ナイナイミュージックが明かすアイドルたちの意外な素顔。キシ君のカレーパン返品劇に反響ンそして、翔君のお団子愛もまた興味深い話題です。音楽業界には常に華やかな外見の裏に潜む知られざるストーリーがあります。その一端を除くチャンスが今日やってきました。ツイッターの世界は、 時に私たちに驚きと笑いをもたらします。そして、それは、時には芸能界の舞台裏を明らかにする力さえ持っているのです。ナンンバーアンダーアダラインアイは、週刊内内ミュージックというハッシュタグの下で、驚くべきエピソードを披露しています。これは、平野章、岩優太神宮寺優太などの芸能人たちが、 日々の生活や仕事で経験する出来事を共有する場所です。彼らの日常には私たちが知らない面白いエピソードがたくさん詰まっているようです。それではこの興味深い世界を探検しましょう。岸士君のカレーパン返却事件はまさに笑いのネタの宝庫です。彼が食べ物に対する愛情表現であるカレーパンを 何やら万引きのような持ち方で手にしている姿は笑いを誘います。しかもその後マネージャーに怒られて返品する様子がさらに笑いを誘います。このようなシチュエーションは一般の人々にはなかなか見られないものですが、キシ君の天然キャラクターがそれを可能にしているのです。そして、翔君のお団子愛もまた興味深い話題です。 彼が選ぶお団子の種類や、それを食べる仕草から、彼の個性や趣味を垣間見ることができます。また、将軍のビジュアルも話題になっています。彼の美しさには、周囲の人々も共感しています。しかし、これらのエピソードだけではなく、彼らの普段の生活や仕事の裏側には、彼らが直面するプレッシャーや課題もあります。 マネージャーから怒られる姿や返品を余儀なくされる場面は彼らがどれだけプロフェッショナルであってもまだまだ普通の人間であることを示しています。これらの瞬間こそが彼らの人間味を感じさせるものであり、ファンにとっても共感を呼ぶものです。さらに、このようなエピソードは彼らのファンとの距離を縮める機会でもあります。ファンが彼らの日常生活に興味を持ち、 それを通じて彼らとのつながりを感じることができれば、彼らのファン層はさらに拡大し、彼らの人気もより一層高まるでしょう。つまり、これらのエピソードは、単なる笑い話や興味深いエピソードだけでなく、彼らの芸能活動やファンとの関係においても重要な役割を果たしているのです。彼らの人間味や普段の姿を垣間見ることで、 ファンは彼らにより一層の愛着を持ち、彼らの活動を支持することになるでしょう。最後に、これらのエピソードは、私たちに日常生活の中に笑いや感動を見出すことを教えてくれます。彼らの業界は華やかに見えるかもしれませんが、それでも彼らも普通の人間であり、普通の人間としての生活を送っているのです。 その姿を見ることで、私たちも彼らと同じように笑い、感動し、共感することができるのです。さて、あなたはどんなエピソードに興味を持ちましたかそして、あなたにとってのナンバーアンダーライン愛の魅力は何でしょうか彼らの日常生活についてのエピソードを通じて、あなたが感じたことや思ったことを、ぜひシェアしてください。何か変だよね 笑いなんて、この様子だよ。最近の様子を見てると、みんな何かがおかしいんだよ。自分のタイミングを合わせようとしているのか、自信がなくて、ちょっと小さく話すところとか、面白すぎる、笑い。例えば、平野翔は明日のことも考えて、かっこよすぎるのかな笑い。そんな面白いエピソードが、週慣ないないミュージックにもあるんだけど、実は、 たまに叱られるのって意外と嬉しいんだよね。誰かがちゃんと注意してくれるって、それが身近にいるってのが意外と安心するんだよね。キシ君、食いしん坊なんだけど、マネージャーに怒られてカレーパンを返品したりしてるんだって。笑えるよね、笑い。万引きみたいな持ち方してるキシ君、本当に面白いよね、笑い。それで怒られてるケイシーも、 笑っちゃうよね、笑い。そして、結局は全部戻すんだよね、岸くん。それって結構大変だよね、笑い。岸くんって本当に面白いな、笑い。怒られる岸くん、翔くんのこと見てると、すごく美人だなって思うよね。本当に綺麗で、画面に目がいっちゃうんだよ、笑い。岸くんがお団子を選ぶと、オタクならすぐにわかるって。 笑い。あの可愛いお団子さん兄弟は何なんだろう笑い。岸く君が返品してる姿って笑っちゃうよね笑い。こんなかっこよく踊る人たちが書きくけゴートって言われてるのそれって癒しになるよね笑い。そして差し入れ選手権。すごいな。ナンバーアンダーライン愛も見れて IMP までいいの キシん持ってっちゃって。カメラにアップの賞賛美人だよね。スタッフに怒られて戻ってくるキシん笑い。リアタイしたくて、めっちゃ急いで家事を済ませたよ、笑い。今日も美女が最高だったね。ナンバーアンダーライン愛のエピソードが積み込まれた本を見つけたよ。ナンバーアンダーライン愛の新たなるステップ、楽しみだな。翔君のお団子、 やっぱり予想通りだったね。ドアップで映った王が美しかったよ。お団子、美味しそう。カレーパンも。週刊内イミュージック、放送中。キシ君、笑えるよね、笑い。カレーパン、取りすぎちゃったジン君、翔君のお団子に惹かれちゃった平野翔さんの美女、本当に素敵だよね。